かなりお待たせして申し訳ないんですけど、まあ、こんな時間なので、なるべく短く、させていただければと思いますので、質問のある方、もう挙手をさせて、ください、まあ、先ほどと同じように媒体名と名前をおっしゃってください。では、ご質問お願いします。テレビの松本と申します。はい、アカデミー賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちから聞かせてください。はい、監督からお願いします。嬉しいですそうですね、まあ、本当に、まあ、ノミネートされるということだけでも本当にすごいことだということを思っていたので、まあ、本当に、まあ、こうして受賞ができるとは、まあ、本当に思っていなかったので、本当にありがたいことだと思っています。次の方、順番に、はい、そうですね、本当に嬉しいです。会場でたくさんの方にこの作品を見た、本当に素晴らしかったと言っていただいて、本当に改めてこの作品が国とか言葉を超えて皆さんいろんな方の心に深く響いたんだなということを会場ですごく感じて、はい、とても幸せです。はい、いやもう素直に本当に嬉しくて、あの場に入れたことが本当に良かったなと思いましたし、こうドライブマイカーっていうタイトル言われた時にみんなで立ち上がってみんなで抱きしめ合ってる、その瞬間は多分一生忘れない出来事なんだろうなと思ってます。はい、私も素直に心から嬉しい気持ちでいっぱいです。たくさんの方におめでとうと言っていただいて、もうどれだけたくさんの方の心に届いたのかっていうことが実感できて、本当に本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます。では次の方はい、お願いします。テレビ朝日の力でした。ありがとうございます。あとにお伺いしたいんですけど、はい、スカートを手にしたらどんな気持ちだったか。いや重いということを思いました。ポン・ジュの監督が2年前に撮った時すごく片手で軽々と上げられていたんで、まあ、意外と軽いのかなと思っていたらすごく重かったんでびっくりしました。はい、いろんな方から声かけてもらえたって話でしたけど、はい、まあ、もしよろしかったらどういう方からどういうコメントを伝えてもらえたみたいな。いやそうですね、まあでもまあみんなでエレベーターを待っていたら、まあ、カンバーバッチさんとかスピルバーグ監督とかに会って、スピルバーグ監督は、まあ、本当におめでとうと、まあ、その映画にふさわしいものだというふうに言っていただきました。スピルバーグさん自身も、まあ、この映画がとても好きだというふうに言っていただけて、まあ、本当にすごい日だなということを思いました。はい、ありがとうございます。では次のパターン、いや同じ方ですよ。いや、ないんだったらもうやめますけど。よろしいですか。はい、はいはい、NHK の及川です。おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどもちょっと会場でお伺いしたことがありますけれども、はい、今回こういうオスカーを受賞したということが、やっぱりこの作品って従来のアメリカの映画とかなり違う、はい、極めてユニークなものだと思いますけれども、はい、それがなぜ受け入れられたのか、はい、ということについて。はい、まあでもね、今日ゴッドファーザー50周年っていうことで、コッポラさんとかですね、アルパチーノさんとかロバート・デ・ニーロさん登壇されてましたけれども、まあ、3時間の映画というのはそんなに珍しいものではないっていうところは、まあ、まずあると思います。なのでそのアメリカの観客っていうのは、まあでもやっぱりある種厳しいところがあって、まあ、面白いか面白くないかで、まあ、見ていくところがあるんだというふうには思っています。でそういうアメリカの観客のある種厳しい目線に耐えるような、まあ、役者さんたちの素晴らしい演技っていうものが、まあ、この映画には映っていて、で、まあ、本当にこの役者さんたちの感情っていうものを感じて、アメリカの観客も
肌の色も言葉も違うけれども、まあ、同じ人間なんだと、同じ弱さを抱えていたり、まあ、同じ傷を抱えていたりする、まあ、そういう人間なんだということを、まあ、すごく、まあ、受け止めてもらったんじゃないかなということを思います。はい、確認をお伺いしたいんですが、そのスピーチについてなんですが、はい、このスピーチをいつ考えられたか、はい、そしてどうしてああいうメッセージになったのか、はい、そしてその少子のステージから見えたその光景というのはどういうものだったのかっていうのを教えていただけますか。まあ、まずステージから光景はまあほとんど、まあ、何も、まあ、すごくやっぱ視野が狭くなってたと思いますね。まあ、あんまり覚えていない。ただその、まあ、役者さんのまあ、ここにいらっしゃる役者さんの名前を挙げて感謝をしたいということは思っていたので、まあ、役者さんのいる位置をまあ覚えておいてその辺にいるはずだというふうに思ってまあ見ているっていう感じでした。まあ、スピーチに関してはまあやっぱりその受賞する可能性はあるわけなので、まあ、朝に少しだけあの考えて通訳の増渕さんという方にあのこういうことでまあ言いたいんですけれどと言ったらまあ英語であの訳していただいて、まあ、それを覚えてやったという感じです。まあ、でも今回学んだのは、まあ、サンキューというとあの終わらせられるっていうことですね。あのなのでまあね、もしそんな機会が次あったらもっとちゃんと淡々と、まあ、いろいろスタッフの方とか、まあ、村上春樹さんとかあのいろいろちゃんと感謝をしたかったんですけれども、ちょっともう一回やらしてとはなかなか言えなかったんで、まあなかなかあの初心者には厳しいあの舞台でしたけれど、まあ、でもあの、まあ、通訳の方のおかげであのうまく割れたんじゃないかなと思っています。はい、カメラマンの NHK の富野と申します。はい、今回あの広島などロケ地の方々も、はい、あの授賞式をご覧になって、はい、喜んでらっしゃる様子が取材していたんですけれども、はい、あのロケ地ですとか広島の方々へのメッセージ、監督と石山さんあればお知らせ。そうですね、まあ、本当にそのロケ地として広島をまず使わせていただきました。でも、まあ、本当にそのドライマイカーの大部分、まあ、広島で撮られていて、その広島の風景の力っていうものにものすごく助けられてあのやっていると思います。映画自体が、まあ、本当に、まあ、奇跡みたいにその風景と、まあ、その、まあ、光線ですね、その土地の光線みたいなものをちゃんとあの記録できたんじゃないか、その土地の魅力をあの記録してそれをそのまま映画の力にできたんじゃないかなというふうに思っています。あの、まあ、そうしてあの、まあ、協力をいただいたロケ地の皆様にも、まあ、本当に皆様のおかげですということを申し上げたいと思います。はい、この映画の感想で結構海外の人からもやっぱり風景の話をすごくされるんですね。とにかく美しい映画だった、美しい風景だった、その中でのやっぱり演技がとても心に響いたということをあのたくさん言われて、やはり本当にロケ地の皆さん本当に素晴らしい場所をあの提供してくださって、しかもあの、まあ、コロナの自粛期間後で本当に大変な時にあの心よくあの使わせていただいて、またすごくケアもしていただいて本当に感謝しています。おかげさまで本当に素晴らしい映画になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの改めてなんですけれども、国際長編映画賞で、はい、映画の名前が呼ばれることで気持ち、瞬間の気持ちをあの感じたら、そうですね、まあでもやっぱこういう時はですね、傷つかないように呼ばれない可能性というのはちゃんと考えておくものなんですけど、あ、呼ばれたっていう、呼ばれたっていうことをまあ思いましたね。まあまさかそんなね、そのオスカーの授賞式で呼ばれることがあるのかと、まあ端的に言うとマジかっていう気持ちで、まあ、あの立ち上がったっていう感じですね。はい、はい、まあ、やっぱり浜口監督のこのすごい才能がもっともっと世界に広まってほしいなって僕は個人的に一映画ファンとして思っているので、まあ本当に嬉しくて、もう浜口監督おめでとうございますという気持ちでいっぱいでした。いやいや、でもこれはもう作品でね撮った賞ですから、まあまあまあ、もちろんスタッフもみんなそうですけど、はい、ありがとうございます。はい、
おそらく多分あと2万ぐらいになりますので、スマホがタイプしてテレビディアの今あの15分間最初に見ていただいて、あの件とか先ほどお話した件なんですけども、最後の15分間を新聞スチールメディアさんの質問 の, あ の, コーナーあのセクションとして設けさせていただいているんですけども、もしあのテレビメディアさんの大丈夫でしたらば、あの、ちょっとありますか、高さんにも、はい、あ、はい、先ほどあのちょっと見られたと思うんですけど、はい、映画の名前呼ばれたという今日、ああ、いや、でも本当にこんなことあるんだなっていうのと、でも素直に体が反応して心が動いて皆さんと喜びを分かち合えたのは本当に良かったなと、その瞬間に思いましたね。はい、あ、なんかすごい緊張はしてたんですけど、こうスッと耳に入ってきた瞬間、もう感情がもう素直にわっと溢れ出て体も反応してしまいました。たぶん今ペイントからあと10分という指示が僕に出なかったと思いしたんですけど、スチール新聞メディアさんの方、あのご質問お願いいたします。あ、じゃあ、すいません、毎日新聞の福永君、おめでとうございます。ありがとうございます。あの、まあ、かなりあの監督興奮している様子が、はい、伝わってきて、はい、かなりテンション上がりました。はい、アカデミー賞受賞の他の監督、はい、含めて色々受賞してると思うんですけど、はい、違いっていうのはどんなふうに感じてらっしゃるか。いや、まあ違いなんですかね、まあ、あのせき立てられてる感じっていうんですかね、まあ、あのああいうスピーチの場というのはですね、まあ、最初に45秒から1分で言ってくれっていうことをですね、まあ、言われてるもんなんです。ただあの、まあ、皆さん必ずしも守らないので、あの別にいいんだなとは思うんですけど、でもまあ早く言わなきゃいけないっていうその焦りが、まあ、一番なんていうんですかね、まあ、その興奮している、まあ興奮してもいるんですけど、まあ、そう見えるところなんだろうなっていうことは思います。なので、まあ、地に足がつかないような場所っていうことはそうなんですけど、ただそれは別に、まあ、カンヌでもそうだったし、まあそのまあ、どこに行っても、まあ、こういう場に行くと、まあ、本当に浮き足だった気持ちになるっていうのはすごく正直なところです。はい、はい、ありがとうございます。あの大手の、まあ、映画会社とか大手の映画会社に、はい、あの独立情報で歩いてきた先にオスカーがあったということだと思うんですけど、はい、まあ、そのオスカーがその道を行ったらオスカーが待ってると思われたことがあったかどうかと、ああ、あと今その、まあ、あのご自身が歩いてこられた道を振り返って、はい、今どう思われますか。そうですね、まあ、オスカーが待っていると思ったことはないです。あの一度もないです。はい、でまあ、思っているのは、まあ、ここが到達点だったら嫌だなっていうことで、まあ、ここが通過点だといいなということを思っています。はい、今振り返ってどうですか、こう自分がやってきたことっていうのはそれで良かったのか、まあ、もちろん思っていますが、それはオスカーを取ったから思っているんじゃなくて、この映画を、まあ、皆さんと作れたっていう時点で思っています。日経新聞の佐藤です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。あの今ここが通過点だったから通過点だったらしいとおっしゃいます。次に何をしたいと考えていらっしゃいますか。監督とあのその皆さんに。あ、もう私はもう直近のことで恐縮なんですけれども、まあ、休みたいと思っています。もう休もうと思っています。はい、映画作り、まあまあ、休んでいたら映画が作りたくなるんじゃないかなと思っているので、まあ、そのためにも休もうと思っています。はい、はい、僕はそうですね、まあ、ありがたいことにあのもう次のお話がをいただいているので、まあ、帰国してすぐにまあどんどん、まあ、やっぱりあのいただいた仕事を全力で一本一本大切にやっていきたいと思います。まあ、僕も同じくありがたいことにもう次あったりするので、まあ、でもなんかこの賞をきっかけにまたあの映画館に足を運んでいただいてこの映画を見てもらえたらいいなって本当に今は思ってます。はい、私も帰ったらすぐ撮影なんですけど、あのまず三浦透子ちゃんに連絡してあのどういうふうだったかっていうことを報告したいですし、もう一回お祝いもし直したいなと思って、あとお土産も渡したいし、とにかく
いっぱい話したいなと思ってます。シネマズネオ補正です。受賞おめでとうございます。今日はとても貴重な経験を皆さんされたと思うんですけれども、はい、受賞された瞬間以外で、今回の参加されて今日本部が参加されて一番印象に残っている瞬間というか、はい、何かありましたでしょうか。僕は、まあ、もちろんすごくそのたくさん有名な方とお会いできたということも興奮したことですけれども、まあ、同じその国際長編賞 の、 まあ、ノルウェーの監督のヨアキム・トリッパー監督が受賞した、まあ、そのすぐ直後にやってきて、まあ、本当におめでとうと、で あなたのフィルムは本当に素晴らしいと思っているということを、まあ、言ってくれて、で、まあ、他 の、 その国際長編の方たちともお会いしたら、まあ、そういうふうに言ってくださったっていうことは、まあ、すごく印象に残っています。で、まあ、これから、まあ、何度もこうやって、まあ、映画祭だったりそういうところで会えるといいねと、まあ、必ず会いましょうっていうことを、まあ、その同世代の人たちと、まあ、そういうふうに約束ができたということは自分にとってはすごく大きなことだったなと思います。最後の質問お願いします。今日は読売新聞、はい、監督に最後になります。大きな質問をさせていただきます。はい、まあ、国際長編映画祭がオスカー、日本で13年ぶりの受賞ということで、はい、結構間が空いて、はい、で他にも賞がたくさんノミネートされて、まあ、この作品自体が大きな意味を持ってくるんじゃないかと思うんですが、はい、まあ、日本の映画界にとってこの作品がどんなものになるのであろうかということを監督なりの言葉で、はい、まあ、それは今後の皆さんが決めていただければいいというのが正直なところです。ただ、まあ、その、まあ、プロデューサーの方たちの、まあ、尽力のおかげもあって準備に、まあ、時間をかけて作ることができたということは、まあ、とても貴重なことだったと思ってます。そのいわゆる商業映画というものを作って2本目ですけれども、まあ、今回やっぱりすごく皆さんがその準備の大切さっていうものを理解して作ってくださったっていうことは感じていて、まあ、その準備を、まあ、時間がかけたことによってこういう結果が得られているんだということは、まあ、言いたいですし、もしそれを、まあ、参考にしてやってみたいという方がいてくれたら、それはすごくありがたいことだなということを思います。でこの時間をかけるっていうことはやっぱりとても大事なことで、その時間をかけるっていう意思さえあれば、まあ、せき立てられるように仕事をしなくても済むし、まあ、お互いを、まあ、リスペクトするような、まあ、そういう環境も生まれやすいということを思うので、まあ、これは本当に、まあ、映画界だけではやっぱりないと思うんです。なんか時間をかけて本当にこのことに価値があるんじゃないかっていうことを、まあ、みんなで、まあ、やるっていうことができたら、まあ、それはやっぱり今より少し幸せなことなんじゃないだろうかと私は思うので、一応そういう実例だと思っているんですけど、まあ、そういうふうに捉えていただけたらすごくありがたいなと思ってます。こちらにもお願いします。すみません、こちらお願いします。こちらお願いします。ありがとうございます。最後お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.